町田町田です。坂本八です。はい、この町ニューでは株式会社シティコミュニケーションズの最新情報や各店舗のイベント情報などを発信していく企業ニュース番組です。はい、はい、皆さんお気づきでしょうか。何か変わったのお気づきでしょうか。もう変わってますね。まあちょっとね、僕も実際映像を編集してみないとわからないんですけども、カメラが変わりました。新しく買ったんですよ、ね、こちらの新発売の、はい、ソニーの ZV-E10 ですね。こちらのレンズ交換式の Vlog カメラになってまして、レンズはですね、今回はタムロンの 11-20mm を使ってまして、これがまたいいんですよ。で縁が、ね、通しで 2.8 で焦点距離ちょっと難しすぎた。はい、本日の特集はですね、全国企業対抗ゴルフ選手権の予定だったんですけれども、残念ながら先日の台風の影響でですね、試合が延期となってしまいましたので、こちらも延期になります。ということで、本日はダイス池袋西口店のオープンをはじめとしてニュースフラッシュ多めでお送りいたします。まず最初のニュースです。9月17日インターネットカフェダイス池袋西口店がオープンしました。9月17日金曜日、ダイス池袋西口店がオープンしました。いらっしゃいませ、こんにちは。こちらはオープン30分前の様子で、新店開店の準備に余念がありません。どれぐらい混むかがちょっとまだ正直分かってないところがあるので、すごいドキドキしてます。そして12時、ついにダイス池袋の西口店がオープン。開店から多くのお客様が来店され、1時間後には席をお待ちいただくお客様も。当日はサプライズとして、オープンして一番最初にそれぞれの席を利用された方には1年間の延長割引券が。漫画、ネット、ゲームを楽しんだり、ちょっとした休憩に、そしてリモートワークにも最適。もちろんソフトクリーム目当てでいらっしゃるお客様も大歓迎です。広々とした座席で快適な時間を過ごすことができます。ダイス池袋西口店オープンしました。ありがとうございます。ぜひご来店ください。待ってます。おめでとうございます。いや、サプライズカード本当素敵だったなって思いました。良かったですよね。あのカードもらったら、もうこの席は俺の部屋だみたいな感覚になりますよね。まあ、そうなってもおかしくないかな。まあ、そのダイス池袋西口店のスタッフたちの、お客様への感謝の気持ちみたいなのがすごい現れて、すごい良かったなって思います、ね。はい、これでですね、池袋にはダイス3店舗目の出店となりましたの で、東口にある池袋店、で池袋北口店、そして今回の池袋西口店、ね、この3店舗で今後、合同イベントなんかにも期待が持ってますよね。そして、残るは池袋南口店というのがいつできるか、ここ楽しみですよね。はい、でまあ、南口店といえばですね、来月の10月の15日に札幌駅南口店がオープンする予定となっております。でこちら私たちも現地で取材に行きますので、こちらお楽しみにしててください。まだ紹介できていない道内最大級のエンターテインメント施設、ダイス札幌たぬき工事本店と一緒に、なんだっけな、好きです札幌、好きです札幌特集をお送りいたします。お楽しみに。続きまして、マッチニューダンスが各事業部で盛り上がっています。スターズ池袋のパートナーあかねさんが振り付けをしてくれたマッチニューソング、今年の7月にマチニュー1周年記念として坂本さんが生配信で踊っていましたが、ベルシティ元住吉店の YouTube チャンネルでもデサマン店長、テルちゃん、鈴ママの3人が踊っていますので、ぜひご覧ください。また Twitter 上で謎に始まったスターズアットトマタのスタニューでもマッチニューダンスを披露するようなので、こちらはトマタ店の Twitter をチェックしておいてください。皆さんこんにちは、スタニューのお時間です。
コーヒーヨです。鬼の兄ちゃんです。スターズ鎌田ダンスをする特別ゲストをお呼びしてあの曲を踊るみたいです。急に始まったね。いや特別ゲスト誰なんですかね。ちょっと楽しみですね。誰ですか。マッチニューダンスちょっと盛り上がりを出ております、ね、いいですね、いいですね、はいはい、ぜひこれ皆さんで踊る機会があったら踊ってみたいですね。やりたい、やりたい。ただみんなで踊るときはちゃんと衣装を合わせましょう、まあ、公式の衣装があるんで、白シャツ、白パン、赤い帽子に黄色い靴、これあのマストなんでよろしく。あと金のネックレスで誰も着ないから乗りつかむ、いいね乗りつかむ、はいはい。でこの元住吉店蒲田店のスタッフ以外にもですね、なんか踊りの練習をしてくれてるみたいな声を聞いてますので、本当に早くみんなで踊れる日が来たらいいなと思っております。ルッサーシェフもぜひ一緒に踊りましょう。見たい、見たいよ、見たいよ。ちなみにこのマッチニューソングを作ったですね、金子由紀さんがですね、先日あのツイッターアカウントを開設しまして、ぜひ皆さんもフォローしてください、はい、あよく見たらアカウント名がハミチキ猫って書いてあって、どんだけハニチキ好きなんだよって譲れないやつ。続きましてビストロファボリ代官山のアフタヌーンティーセットの紹介です。ビストロファボリ代官山ではテラスでのアフタヌーンティーセットの利用が大人気です。特に女性のお客様から上流階級のような優雅さを体験してみたい、 SNS 映えする写真が撮りたいとご利用される方が多くいらっしゃいます。アフタヌーンティーとは紅茶と一緒に軽食、菓子を楽しむイギリス発祥の喫茶文化で、その優雅さを演出する2段から3段のティースタンドが象徴的です。またこちらのチーズケーキは今後 EC サイトで販売されるもので、ビストロファボリでしか食べられなかったこの味がお家でも気軽に食べられるようになりますので、楽しみにしていてください。今月のビストロファボリ代官山店のアフタヌーンティーはマスカットと巨峰をメインにしてご用意してあります。パティシエのコンクールで数々の賞を取っている松山パティシエシェフが手掛けるアフタヌーンティーは全部手作りです。皆様食べに来てください。お待ちしてます。美味しかった。いや美味しかったな、うん、本当にもう上流階級最高はい、はい、このビストロファボリ代官山のアフタヌーンティーの提供時間なんですけれども、平日ラストオーダーが14時半、休日は15時までとなっております。でまた18時からはですね、夜に楽しむアフタヌーンティーハイティーセットを提供しておりまして、こちらは通称夜の女子会と呼ばれており、昼とはまた違った楽しみ方ができるそうですよ。これであなたも我々と同じ上流階級です。最後にシティグループ新業態のデリバリー専門店プルドポークバーガーニュースタンダードの紹介です。プルドポークバーガーとは、豚ロース肉をホロホロになるまで煮込み、肉汁たっぷりに仕上げたプルドポークとフレッシュ野菜をバンズで挟んだボリューム満点、まさにアメリカといったハンバーガーです。このプルドポークバーガー、略して PPB なんですけども、はい、豚の肩ロース肉を1日この8種類のスパイス使って3時間じっくりと低温で火を入れるんですね。そのため余分な油が落ちて、豚肉の旨味っていうのがギュッと凝縮されるんですよね、うん、はい。でそのうまくなった肉をですね、柔らかくなった肉をフォークで細かく、裂いていって、そこにバーベキューソースをかけて、うん、バンズで挟み一気に頬張る、うん、これがポイントです。でも効いてて美味しい。早速食べましょう。ということでプルードポークバーガーピピピニュースタンダピピピピピニュースタンダードのハンバーガーを2人でいただきたいと思います。マチュリドは何を頼んだ。そう、私が頼んだのはアメリカンバーガーって言って、インサートの映像で出たやつと同じやつです。美味しそう。坂本さんは。僕は普通のプレーンのスタンダードな、ニュースタンダードのスタンダード、うん、スタンダードなプレーンのバーガーですね。なんかちっちゃくない。あ、これはお子様用のハンバーガー。あー、そんなのあるんですね。ちょっと ちっちゃめで、あとマスタードがないのかな。あー、なるほど、うん、いい。足りますそれで。あー、足らないですね、これだけじゃ、ね、ですよね。あー、一応のもう一個あるんで。あ、ちゃんとお子様2個食いで出してあげます
じゃあいただきましょうか。はい、いただきます。いただきます。うまっ。おいしい。肉汁やべ。うん、あ、この肉汁とバーベキューのソースだね、これね。ほんと目が。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、歯ごたえがあるんですけど、柔らかく。で、しかも結構豚肉なのでね、パテがさっぱりしてるというか、うん、女性にも結構おすすめだと思います。バンズは結構分厚いんですけど、なんかこうさっぱりしてる感じ。で、私食べたのはアメリカンなんですけど、うん、もう私チリビーンズ本当に好きで。好きだよね。そう。チリはもう、ベガス行った時もずっと食べてたぐらい、もうチリビーンズ、チリコンカルネが超好きだったんで、これは本当に本場の味って感じ。おすすめできます。そうですよね、うん、まあ、豚肉も本当に柔らかくて、うん、柔らかいんですけども食べ応えもある、うん、だから噛めば噛むほど肉汁が出てきて、本当にそれです。で、ね、バーベキューストーブとすごくマッチして、うまみが倍増してくるんですよ。これが本当最高ですね。ずっと噛んでたよ ね、うん、お出汁が。で、こちらの僕ね、うん、自宅でもプルドポークバーガーよく注文してて、すでに、はい、これカレーとの、黒カレーとのセットも販売してるんで、いつも自宅では僕カレーセット頼んでますね、はい、なんだからそんなお腹になっちゃうの。まあ、でもですね、プルドポークバーガーニュースタンダードなんですけど、こちらの横浜市横浜駅界隈限定なので、ちょっとね、市外の方にはお届けできないんですけれども、美味しいので、ぜひ。はい、本当ね、この PPB を食べるためだけに横浜に引っ越すのもありです。それぐらい美味しい。美味しい。続いては、くだらない動画で英語の勉強ができるチョップのお時間です。どうぞ。While he was enjoying cleaning his ears, a frisk popped out. His eyes shot wide open. While he was enjoying cleaning his ears, a frisk popped out. His eyes shot wide open. もうフリスク食べる気が消える。まあまあ結構食べるんですけど。そうですよね。本当嫌。まあちょっとその中の一つもしかしたら。いや、もう本当に嫌。食べれなくなっちゃうよ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったなと思ったら高評価ボタンを、あとは感想などがありましたらぜひコメントをお書きください。マチニューは各週月曜お昼にアップしています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、ね、次回はですね、うん、ちょっとあれを特集したいと思います。あれを、くだらない動画の、はい、あれです、ね、神回になること間違いなしですので、お見逃しなく。赤い帽子、黄色い靴、そこのところよろしくね。金のネックですね。で、誰も着ないから。恥ずかしがってちゃダメだよ。やったことないよ、乗りツッコミなんて。